一杯でも多くのアオリイカをキャッチするため協力を仰ぐのはエギング界の理論派、エギングマイスターとして名高い川上英介氏。当番組ではこれまで春夏秋冬さまざまな特性を持つアオリイカを徹底攻略。川上独自のエギング理論を解説してもらいながら絶対的超過を目の当たりにしてきた。エギングで数釣りが楽しめる秋シーズン、この秋のエギングも実は序盤、中盤、終盤で狙い方は大きく変わります。サイトフィッシングが駆使できる初盤で、中型と小型が混じる中盤で、深場を狙う大型のアオリイカを狙う終盤。今回は今までお伝えした秋のサイトフィッシングや秋の狙い方、そのハウツを駆使して現場現場でその方法をアジャストしながら進めていきます。今回のテーマは秋イカ攻略。これまで釣れなかったアオリイカを釣るためにはどのようなロジックが存在するのか、今回はその実践編、リアルな秋エギングをお伝えする。いや全然違いますね。やっぱり潮位差がでかい特徴ですよね。潮が上がればポイントになる。オッケー来たよ。まあまあいいっすよ。もちろんプラスワンテクニックもご紹介。この潮が巻いているようなエリアですね。15秒ぐらいカウントしたら2回しゃくりを入れて糸を膨らませます。川上はどのようにエギオを駆使し秋イカにたどり着くのか。さあエギングビギナーから脱却せよ。ソウルジャーカー第7回は瀬戸内海に位置する島並エリアが舞台。広島県と愛媛県を結ぶ6つの島々、その海峡に狭められた潮の速さと複雑な潮流が最大の特徴。岩礁帯と砂底が混在するエリアがアオリイカの有力な着き場となっている人気のエギングエリアだ。まず川上が向かったのは広島県に属する因島。その北端に位置する因島大橋周辺のジーソから始めるようだ。刻々と変化するであろう潮流をどのように捉え、どう紐解いていくのか。川上にとって島並エリアは初場所に近いという。実は自分の中ではまだ2回目なんです。島並海道とやっぱりその島々が形成しているエリアなんで、非常にこう瀬戸内海の沖向きを通るイカも足を止めやすいポイントだと思ってるんですね。で島に囲まれてるんで風が吹いても上下左右どちらでもポイントができるなっていうふうに感じているエリアです。でこれだけ島が集まれば潮流も速くなるんで、速い流れの中に定位しているイカっていうのは割といいサイズもいるんじゃないかなと期待してて、おそらくあの手のひらを下回るサイズからその500までばらけてると思うんで、そのサイズのイカがつきやすい場所っていうのがあるんですね。でそういった場所をこう、ここだったらこういうサイズが狙えるんじゃないかなっていうのをその仮説を立てながら狙っていきたいかなと思ってます。まずやっぱりそのライブサーチ、動きで強い釣りを展開していって活性の高い個体から取っていきたいなと思ってます。潮止まり前のいい時間帯、高活性な秋イカだけに期待が持てる。水辺に向かって磯場を歩く川上。すごい水が動いてますよね。もう湧き上がる潮とぶつかる潮と、もう渦みたいになってますよ。こういった流れの中だとこういいサイズのイカもいたりするので楽しみですよね。水が少し白く濁ってるんで見やすいオレンジ使います。で自分がエギ見えればその追尾してくるイカも見やすいんで、もう基本的にやっぱ秋なんで少し強い色、強い釣り方からどんどん状況に合わせていきますね。
まずはライブサーチの3号からですね。秋イカを狙う上で川上がメインとする3号、まずは塩上にエギオライブサーチを送り込む。すごいですよね。もうかなり強い潮が自分に向けて当ててくるんで、ちょうど潮止まり前だからものすごい動いてますよね。この潮流をどう攻略するかが鍵となりそうだ。これだけ潮当たると自分が引くってよりは潮に任せてこう流しながらコースを変えていく。で、着底まで待ってたらもう流されながら進化していって岩の間にスッと入ってしまってエギ寝がかるんですよ。なのでそこ着底を待つってよりは上からのカウントですね。着水してから 3,4 秒沈めて、少ない回数弱してまた 3,4 秒待って下に送り込んでいくイメージです。そこを取るというよりは長い距離流せることを意識した方がイカに見せられるチャンスが増えるんで。反対側打ちましょう。潮がよれるであろう小さな湾のような地形、これが川上の狙い。エギオライブサーチを流針付近から流れに乗せ運ぶ。どのような速度でどういったコースを通ってくるのか、その動きを紐解き瞬時にどうアプローチするかが鍵となる。釣り竿をしゃくる川上。今度は少し内側、流れが緩やかなライン。流針からの流れが巻き返し反転流が発生しているようだ。こういった場所はアオリイカの有力な突き場となる。川上は 2,3 回ジャークを入れステイ、その繰り返し。エギオをドリフトさせ誘う。OK、来たよ。潮が速いエリアだけに慎重に寄せる。リールを巻く川上、釣り竿が曲がる。ちょっと流れが緩いところですよね。午後流れてるところよりは少しあの潮が溜まるような場所。まあまあいいっすよ。グッドサイズが現れた。オッケー、いいサイズですよね。秋イカらしい。ちょうどあの潮がたまるブレイクになってる部分があるんですよね。ちょっとした湾じゃないですか。ここも潮が外がこれだけ流れてて、そういった場所にはベイトがたまるんで、割とあのイカも餌取りやすいですよね。推定 400g。 いや、よかった。広島県のイカ釣れた。本当よかったです。もうやっぱり激流の中っているかいないかっていうのもあるんですけど、釣れなかった時に次のイカ入ってくるのに待たなくちゃいけないケースあるんですね。でも潮の溜まってるところでしっかり出て、割と小型の時が多いんですけど、まあ秋らしいいいサイズ出たんで本当嬉しいですね。やはり潮のよれにいた。ちょうど水道の真ん中あたりにもうかなり潮がぶつかって激流になってるエリアがあるんですね。そこに入れて反応がなかったんです。なのでもっと岸寄りの速い潮流がぶつかって巻いてたまるようなエリアですね。水深が変わるブレイクラインがスッと通ってるんです。おそらくそこについてるんじゃないかなと思って最後
一番緩いところを入れてたんですけど、やっぱりこう狙ったところで一杯出るとすごくリズムが、釣りのリズムがつきやすいというか、後のテンポも良くなっていくんで、最初って大事ですよね。ハイシーズンの秋だけにさらなる一杯を期待してしまうのだが、引き波により岸際はご覧の通り、一瞬にして様変わりした。濁りが入る前のわずかな地合いを川上がものにしたとも言える。おそらく単体で居ついてるか小規模の群れだったんでしょうね。その他のキャストでも何倍かこう奪い合うように追っかけてくるってわけでもないんで、イカの姿も見えないですし、数打っていく中でそういうポイントに出会えるんで、全部やりたいことやりきるんじゃなくて、こうテンポよく打っていきたいですね。いい場所に会えるまで。川上は因島大橋をくぐり近場のジーソへ。アキエギングにおける川上流エリア選択、詳しくはまた後ほど。岸際に寄ってるとき多分追うのやめる個体が出てきたりスローになっちゃったりするんですよね。なるべく大きめ大きめでエギ抱いてくれるように、ちょっと緩急つけてやった方が良さそうです。引き続きエギをライブサーチの3号。流れが緩やかなコースを通してくるのだが、気になるのはやはりこの濁り。水中映像ないです。これでサイズを下げて反応するかどうかですね。アキエギングにおけるエギのローテーション理論、3号で反応がなければすぐにサイズダウンさせるのではなく、シャロータイプを用いるのが川上流。サイズ下げる前に一回沈下速度だけ下げますね。シャロータイプ入れて、同じ合成でシャロータイプの方がサイズダウンするよりも飛距離が稼げるんで。エギオ計3号のシャロータイプ、沈下速度を落とし反応の違いを確認する。秋らしく 4,5 杯のアオリイカが追尾してくるのが理想的だが、どうやら状況は渋そうだ。来たよ。水面にアオリイカが見える。ちょっと可愛いですけどね。3号と同じぐらいですね。はい、今ライブサーチで探っていてイカのチェイスが見えなかったんですけど、このついてくるにしろまたはヒットするしないにしろ、エギの存在が多分届いてるはずなんですね、そのエリアには。でついてこないとか、なんか思ったパターンとはまらないんであれば、エギのタイプを思い切って変える。音のアピールから今度安定性の方に変えて、今ここで僕 2.5 を投げてたら次のキャストもう引き出しがないんですね。なので同じ号数のエギでエギオケの3号シャロ、3号のまま進化速度を落としてあげることで、やっぱりこうやって反応するイカが出てくるんです。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。